8時半スタート。はい、お願いします。お願いします。いきなり急やな。うっせやろ。入れる？大丈夫？早い。早い。休憩早い。もう走る。入れる？膝大丈夫か？うん。展望岩。これを見るんじゃ。あれ登んの？あの、あれは登らんやろ。あれは登らん。うん。横切る。横切る。ああ、そう。ここ見えへんの、ここから。あ、クライミングしてるやん。しておる。うん。ほらほら、赤いの。え、よう見えたな。うん。どう？上下？いや。右下の。右下。緑の上らへん。生い茂ってる上らへん。いいな。瀬戸がおってくれな、自信出へん。そうちゃうともうちょっと早いもんな。自信なくしてる。そうそう。カンちゃんメンバーと言ったらもうわかんの俺。ズタズタやわ。ケイちゃん。何でも言うこと聞くからさ、2リッター持ってや。お前の言うこと聞くわ、後になる。いいよ。優しい。逆に恐縮するわ。何言われるか分からん。降りてきてはる？看板据えてあるから、山に。あ、話して、話して。バッチやバッチ。持ってるよ。あ、バッチかんの？そうそう。じゃあ、かんの？待って、待ってくださいよな。待ってください。待ってください。はい。上田さん。上田さんや。思い出した。こんにちは。ちすみません。上田さん、次に変わるんです。5月以来に登るの。5月以来だ。すごい海やな。すいません、こんなとこで。いいよら。大田とこで言うてもらうと、ドキドキな、さっき上がって上でパッとこうやった。そんなこと言われたらまたもう、ウルフ、でしょで。いや、大田とこ。いっぱい、ちょっと待ってよ。1、2、3。はい。3つな。はい、3つね。これと、これね。はい、すみません。ありがとうございます。はい、ああ。
今日えらい人少ないもんと一人だけ俺らみたいな人がさーっと全員死なくてやつあんな走る人が言ったらはいほんで草履みたいなの履いておかれなあサンダルでしたねおそれ大丈夫は言ったら大丈夫ですよ、ね、もまあ反対に山なめどんがとも いいとなるけどな、ねまあまあわさゆっくり上がるわありがとうございますすいませんありがとうございますちょっと一緒に写真撮ってもらっていいですかあもうどうなんぼなといやはいチーズ、はい、はい、すいませんすいませんありがとうございます毎日のことあるいやただもうだんだんどんな回数を作ろうなってなこの前でずっと北海道で長いこと登ってんかったそう、久しぶりラッキー合ってるこれでもさっき赤いなあったなんかそれたっぽいで合ってる合ってる、うん、違うかな茶を臭くないちょっと直せるわうん。どう？いやー、どうかな？違う？あれ？赤い矢印ないとあかんやろ？ああ。ないもんな。大きくはそれ、あ、それてるな。あ、違うわ。どっからどんどん左に行かなあかん。そやな。気ぃつけや。降りれる？それてない。うん。合ってる？左かな、歩いて。うん。どこだろう？あ、ごめん、気を落ちた。ダーク。ダーク。あ、上田さんこっちおるわ。あ、通ってる。うん。すごい。うほら、あとあるわ。プランニング？うん。どこ？あれか。道間違えましたわ。あっち行った。あ。誰か足跡がありましたけど、あっちもなんかある。あっちに、あっちもなんかある。行ってあっち行ったらな。うん途中でどこ行ったらええかわからんようになる。ああ。ここも、そこら辺クライミングの。ね、残地が。あったかいけど。うん。最近はの、ここでクライミングしてるの見たことない。ああ。残骸がいっぱいあるけど。はいはい。向こう側登ってましたね。向こうの、あの地蔵とかな。ああ。ゆかずあっちの方はしとうけどな。うんおいくつなんすか？え？上田さん。え？おいくつなんすか？80。ああ、すごい。だん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 色んな。これ、もうここから先、まだ草にバカいっぱい出てくるんだよ。ああ。あれか。うりゃ。
わ、登ったな。あ、わ、すごい。綺麗、最高。休憩入れる？休憩しよう。高いな。結構高い。怖いな。目と入った。え？頭。あ、これ L 気になっとって。L かって。あ、L か。S、S の M ってなってたから、あいつ多分入らんのちゃうかな。俺の頭の高さ89センチ。あれ、70何歩から89まで。で、これになってる。別にデザインちゃうよ。入るサイズ。外人サイズ。これでもギリギリやん。この景色でもいいな。うん。値打ちあるわ。あんまり怖いといかれ。怖いわー。よし。はい、お兄さん。ちょっといい？いいかな？工事現場のおっさんしか見ない。え？なんて？どこ、今日どこやりはるんですか？どこ掘るんすか？どこ？ツルハシいる。ガチ行く。怖いなー。怖いなまあなんかちょうどいいとこで。そこら辺で、はい、はい、こっち向いて、うん、うん、あれ聞いた工事現場、はい、チーズ、OK、ええ顔してた、ええ顔するわ、かんちゃん、ここいいっすね。うん、ここ。うん。ここ、あっち見通しよかったら、切ないからだって見えるんやけど。うわぁ。あ、帰ってきてもらう。早いっすね。自動化で行ってたっけ。へぇ。しかもサンダルで。いや、そっち行って、こっち降りる方がええよ。あっちは危ないぞ。あ、そうなんですか、うん、なんか帰りあっちの方がいいかな、言ってたけど。そうだけど。いや、あっちでもすごい、そこと、ぐるっと回るとことあって。最初に降りるとこはこっちより険しいね。ああ、そうなんや。ぐるっと回るのはな。うん、ああ。ただ、ややこしい。木が、ごちゃごちゃあって。直道っすよ、ここは。ああ、そうなんや。もう気をつけてください。ここは、おいで。この人が相当だったら、ここでも行けるし、その岩の間でも行けるしな。はいはい。うん、すぐそこで一緒になる。ここが一番景色いいですね。ああ、そうなんですね。そうなんですね。一番いいです。うん。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。だってもう完全にビーチの人みたいな。ビーチサンダル。山用じゃない。じゃないよ。俺でも、あの、走るのどこでも、どこの山行ってもおるでな。ああ、言ってますね、今ね。私も昔やけど、槍ヶ岳、裏銀座、あの、ああ、裏銀座。あっちからずっと行って、槍に行ったことあるんや。ほんなら、その西川、あの、すごろくこうしてずっと、おじいきょったら、誰も会わへんしな。ああ。なんか人のケアがするな、思って、ふっと、後ろ見たら、誰もおらへんのよ。んで、またこっち見たら、こっち見た間にさーっと押しろと思ってな。走っていきよう。へぇー。あんな方におるんや。ああ、すごいな。スゴロクとかあっちはおるんちゃう結構。ああ、スゴロクとかあっちはおる。ね、お天照から来た方とか、ああいうとこはちょっとは、好きかで走ったりでけん。向こうの、穂高に行く大キレットとかね。あっちがお天照。ここは大天井。大天井いいよ。大天井。大天井。大天井。いや、まあ、正式人には知らんで。あまあ、みんな、大天井、大天井いいよ。うん。それは何よ。カメラ。360度撮れるカメラなんですよ。ええー、でしょ。すごいですよね。そのヘルメットをつけとるのもカメラ。頭おかしいですよ。
あんまり前って言ったら心配ね。頭の上に飛んでるんですよ。昨日誰か滑落したみたいですね。なんか下でヘリも出たって。あ、知らん。昨日こずだから知らんの。よーヘリがよー来るで。あ、ほんますか。あ、多いんすね。あ、それは知らんかった。また誰かに聞いとくわ。死んだ人には何人かもう通ってない。あ、山で。いや、この山でな。あ、原因不明で一人で登っとって、うん、こんな岩の上に座っとってな。うん、よしとは姫路のお世話やけどな、うん、座ったまんまこの汗でいいと、ほんなわしこの御殿場おったらな、あっちから来た人がな、変な人が岩の上座っとうで言うからな、そりゃ誰岩の上ぐらい座るわ いやそれがおかしいんですなんで言ってん、ほんでそこにおった仲間ととりあえず行ってみようって、行ってみたらなんか冷たいに、行くかいな、これこれ心臓じゃんか思って、心臓なんか心臓マッサージなんか、あ、脈みたいもうあらへんみたいやさな、心臓これ心臓マッサージやって、心臓ガーガーしたりな、いろんなことして、それもあのごっつい時間経ってからやけどヘリが来たんや、ほんでなんやLED いうか、なんかつけてバンバン言わせて、あれつけてバンバン言わせてよったけど、なんか死んでもうとった、変な死に方言って、心臓っすかね、うん、こんな性質だとまんま死んだ、怖いな心臓、滑落、して死んだもん、はもうはおるか、まあ、しょうがないよが、それはわかるけどな、歩きよって死んだんと、だから座っとって死んだん、珍しい、普通なんか滑落でな、死ぬとかそんなんようあるけど、行く？行こうか、うん、まあ行って行って、わしはもうゆっくりしか言わいかんから、そこカバンせよっていう、その間抜けれんのかな、いや、多分下ろさなくちゃ、ごめん、背負っとったらちょっと使えるかもわからん、え、一般道そっちですか、いや、どっちからでも行ける、どっちでもいいけどな、うん、あ、まあせっかくやからそこ通ろうって、通る人おるけど、あのザック下ろしたりしようまあまあめんどくさいなと思ってるけどまあめんどくさいなめんどくさいよなザックめんどくさいな、どうする、ちょっと行ってきて、赤井くん無理やな、俺無理やな、まあ、じゃあ行こう、じゃあ行こう、お待ちいただきたいな、けいちゃんスピードが調子乗ってる俺2リッター持ったよな覚えてないけどあれ夢で見たの俺事情だけ怖かったら残らへんで、うん、行ってきてな、うわ、あれ何したの、こThank you.
疲れ様でした。はいっす。待ってよ。いや。マジで工事現場でした、ね。え？マジで工事現場でした、ね。この服の色を仮装させてみる。今のせいって書いてあったもんな。どうした？いや、なんか順番かなと思って。ああ。ジャンダルムがこれぐらいやったら俺も行く。鼻で笑ったな。細いってここのこと？細っ。通れる。うん、楽しい。ちょっと楽しいね。楽しい。うん。いいね。ああ、いいね。ああ、いいね。なんかいいね、ここね。いいね。どうした？この先までちょっと行って。いやいや、こっち。ほんま体やらかないとあかんよな。ああ。膝大丈夫な？うん。長い距離を歩いたりするのがあかんねんな。なんやろ。下山に来るんかな。登ってしまったら膝がどうこう言ってられへんな。そうや。どうせ降りるの変わらんからな。うん。あとはここヘリや。膝で掴む。母ちゃん、天狗岩は登らんでいい？これ？あ、すごいな。これは登れる。ああ。これ登るだけやけど。いいか。ちょっとしてみよう。うん、お腹すいた。行動食ないの？もぐもぐタイムにしよう。うん、いいな。これ上級コースとか無理よね。いや、大丈夫。ここで分かれてはるけど、上級と一般と。ここで分岐分からんけど、なんかこれ2つあるんで。ここ右か。下に合流しますけど。ああ、そうなんですね。この間だけ上級と一般で。あ、そういうことですか。あ、そうですか。ビビってるんで先行ってください。いや、僕らも十分ビビってるんで。行こうか。休憩できる思ったけど。お前あそこ人おる。ああ、あれが地蔵だっけ。あそこは地蔵。こっちちゃうの？そっちなん？こっちじゃね？どっち？うん、こっちやろ。一般こっちやろ。一般こっちやろ。よし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 、言いにくかったけど俺もこだわってる。よし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 、とりあえずあっちまで行ってから考えよう。だいぶ薄になったな。うわ、これ怖。
怖いけど。よいしょ。これ浮いてるね、この椅子。ありがとうございます。この下危険、迂回路通るって書いてますけどな。え、絶対こっちちゃうって。絶対そっちやって。なあ、いちくん。腐るやろ。危険って見たん俺初めてやねんけど、登山で。なあ、あっちから回ってもええで。で、その下で合流すんやろ。うん。あっちから行こう。え、もうみんなこっちから来る感じ。どんな感じだ。うん、行けると思う。看板見てみて。看板見て。距離あるの。おい。母ちゃん来てる？いや、まだ来てない。ああ。これ聞こえるよ。もう早っ。嘘やろ。これいるよ。お母ちゃん、ごめん。俺が見えるとこまで OK。オッケーよ。俺ここおるよ。言わんで、言わんで。立てんだろうか。うん。そこだいぶ無理せな、足届かんわ。あそこ？ああ。結局ここやん。ここ降りなあかんやん。え？あ、そうなん。ここ降りたあかんの。え？ここ降りたあかんの。降りてもいいけど。ああ、そっちにも一般道があるってこと。完全にロープ頼らな無理やん。周り道で。
gonna cry. The only thing that matters is you get what you desire. But I know for sure today will come when you first realize what you have done and you finally get your debt repaid. And Avengers are done a cold play. You hear the roar of the shutdown when the world will stop without a sound. And a moment you will cry for help that we only think about our stuff, oh yeah. The first time that I met you, I thought you looked so sweet. I stood around for the hills, beating a retreat. And when I heard you talking with that alluring sound, should have recalled the sirens and how them things went down. Living on the trenches, looking for a way to escape. You always cut me down like a dreamer's with the grapes. Never mind how I tried to leave you behind. I kept falling in your net. Oh, I've been so blind. But I know for sure これ石津っていうの鎖場より厳しいかもな。石津っていうのはでも鎖場に俺ら下ってない。試しの鎖は下ってない。いや、なんか違うとこから、ね、違うとこから行けば。But I know for sure the day will come when you first realize what you have done and you finally get your debt repaid. And revenge is served on a cold plate. Oh yeah. A cold plate. A cold plate. そのままあっちへ抜けるとこあるんだけど、どこや。これあかんねんな。心の準備がいるな。この下に戻ろうかな、戻るも戻れない。え、いつかそっちルートあんの？あの、そっち下りルートって。え、自動だけは一回戻らなかんね、ちょっと。なんかさっきあってると思う。この辺はちょっとぽいんちゃう、アルプス。ぽい。うん。ぽいぽい。ぽいで。丸がないよな。サインなし。サインなし。ちゃうちゃう。自由に回る。なんか矢印あるよ。あ、ごめん。うん、ある。あ、ある？いつかそっからもうこれ引き返すだけ？ああ。
上でちょっと休憩しようよ。え、俺ここでなっとこうかなと思って。俺そこちょっと無理やわ。ここでちゃう。登り方間違えた。行かないで。そんなことはしないと誓ってみるけど。もうそこや。神さんに付き合って。狙いそのままに許せませんと。じゃあ。前が見え。帽子脱ごうか。すぐ帰ってくる。どれくらい怖いのかな。疲れ。着いた。うん。こっちは大したことなかったよ。そうやな。うん。うん。すごいな、これ。ケイちゃん下おるって、うん、ケイちゃん降りるよ。ただいま。どうやって降りるんこれ。反対向いたら。また登ろう。登るの？もう一回。登り返して、うん、降りようか。あ、うん、なんかみんなそっち降りてやってはんです。いや、練習でちょっと登っときたいなっていう感じやん。ああ、先に登う。うん。うん。思ってたんと違うな。あれ、さっきまでこれ帰る、どっかでこれ降りて昼飯食って帰る空気やったやん。え、要はさっきの上級者コースをもう一回登りたいんやろ。そうそう。行きたらしくないな。だって練習のために来てるの。言い出しっぺかんちゃん。ほんまやで、ほんまやで、うん、ほんまはみんなこっから降りはるらしいけどな。あ、そうな。一応な、言うとこで。お前ら登ってまた降りてきてもいいのね。まあ、待つ、待つ。俺別に練習するやん。まだ登るってもさっきのあの一般道を俺また登るだけ。え、そうする？そうする？そうやな。決めるなら今やで。何？まあ登りやん、結構。そしてここまで降りてくるわ。え、登ってここまで降りてくるわけちゃうやろ。うん、ちゃうちゃう。え、そうやろ、お母ちゃん。北道からだ。北道もだるいちゃうな、あれ。そうやな。あるんですな。え、じゃあ俺そこで待ってるか。めっちゃ時間か。
うん、時間かかるで。え、ちょっと練習で行くだけやろ。またこっち帰ってくるの。そう、セピコさん登ってまたあっち行くとかやったら俺行くけど、その来た道帰るにでも行くけど、来た道帰らずにまたこっち帰ってくるのは俺待ってる。こっからのルートどうなん。こっからのルートはもう川沿い下るだけ。まあまあ危ないとこあるけど。あ、川まで。ああ、一箇所なんかロープ、うん、ロープのところが一個あるらしいけど。上り25分って書いてたわね今。25分か。ここ降りる？え、でも練習してきたんやろ。俺全くだよ別に。全然。登って戻ろうかも。そのまま？ああ。来た道。来た道。お母さん。うん。来た道行く？うん。何だからみんなセピコは行かへんねんな。でさっきおった人らは。あ、降りてったんかな。降りてったやろ。みんなあの人らは行きやすい。あ、登りきついわ。大丈夫。あんちゃんがガンガン行けよ。オッケThank you.
あーしんど、じゃあ上がってきた、上がってきた、クライミングですか、普通の山の感じです、普通でもないけど、止めろ、ゆっくりゆっくり起きるとこ、ゆっくり起きる、そう、いや谷の方に帰って山の方へ、ん、うん、どっかうんこできるか、マジいや、ここまでどんどん、いや、結構な急登やったね。まあ、断髪は急登やな。あ、どうも。あー、えらい。えらいですね。地蔵岳まで行って、戻ってきました。地蔵まで行った。はい。地蔵危ないで、降りがけは。降りてまた登ってきましょう。もう今この上誰もおらんようになった。もうみんなあっちから降りてな。みんなやっぱあのセピコさんまでは行かないですかね。行く人少ない。いや行く半々ぐらいや。もう大体その今のサリバー通って地蔵の方降りるかぐるっと回るかどう半々ぐらい。はいはいはい。団体なんか来たら大体回るよぐるっと。ああ。団体で来たら、こっち国際場の方行きよったら、こむいうか危ない、うん。まあ、慣れた人ばっかりとちゃうからやな。あっちとぐるーっと回るのはもう時間がかかるだけで、うん、危ないとこは。危ないとこはあれへんから。うん、まあ、わしもしんどいから、もう ゆっくりしか用意ないから、降りようわ。こんだけ故障使ってない。気をつけて。パウリゾッタ。うまいなこれ。ちょっと多かった。めっちゃ薄いさ。もうその先っぽに集中しすぎてさ。申し訳ないけど。かすかに味する入れ直したら、いや、いいよ、ババアも一旦ズボン一つある、どこで買った、これどこやろ、ネットかユニクロかどっちか、ユニクロやもん、一緒一緒、やった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 、まさかのまさかのお揃いやった、嫉妬するわそういうところなんですよ、ユニクロちゃうのあっさあっさあ、この人あれヤマップに出てるやつ、アンドワンダー、あ、出てるかな、アンドワンダー、なんか見たじゃん、かんちゃんも同じやつ持って、命がちょっと役目する。買いたくないのに買ったって。お店のイベントみたいなんで、山登り、うんうん、忘れ物して帰ってきた、うんうん。それをなんか向こうから届けてもらったりして、それを取りに店まで行ったことそのままで帰れ。なるほど。ああ、なるほど。一番安いやつ。めっちゃ見てもらって。まあまあまあって言って。おじさん。あとタバコ2本ぐらいする。いや、ほんまこのメンバーでめっちゃ早い休憩とか。普通と思うけど。いや、マジで。昼飯とかもめっちゃ早い。いや、普通と思うって。そう。あれ、早いよな。早い。俺、焦るもん。そう、めっちゃ焦る。焦る、俺も。あ、そう。あ、もう早いおじさん。ら休憩してて、荷物下ろしたらまた乗せようかな。嬉しいな、ゆっくり飯食えた。
ってきた。このとこあった。お疲れい。顔洗いたいな。